はい、こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は男性というのは苦労しないで生きていけるものなんだというお話をしようと思っています。なんかですね、そのうちの旦那さんのその出世街道から外れたっていう、でまあ一応その自分では収まったみたいなんだけれども、なんかね、そんなことぐらいでそこまで落ち込まなきゃいけないみたいなっていうのはさ、やっぱり思ったんだけど、うちの旦那さんは、うちやっぱ家族だからさ、いやいやうちの旦那は違うと思ったけど、かなりこう恵まれた状況で生きてきた人なんだっていうことに気づくんだよね。っていうのはさ、その失敗とか間違いとかさ、やばいみたいなさことがさ、もちろんその、あったかもしれないんだけど、少ないんだよね。なんて言えばいいんだろう、仕事のことにしてもさ、女性ってやっぱり子供を産んだりとか、旦那さんの単身赴任に付き合うとかさ、やっぱりさ、その支える立場になるし、40とかになってやっぱりね、ちゃんとした仕事に就けないんですけどって苦しんでる女性、ちゃんとした仕事っていうのかなっていうのもいっぱいあるし、仕事に就いたら就いたでね、やっぱりね大変なのよ、キャリア積むの女性って。なんかみんなすごいその仕事場ですごい苦労するっていうか、で変にこう、前も言ったけど、学歴とかがあるとなんか嫌われちゃったりとかするっていう男性から、もうなんかどうなってんのみたいなさ、なんかお前バカにしてんのかみたいに思われたりとかするんですって言われて、お前だろバカにしてんのと思うんだけど、女性の方が例えば東大とか出てたりとかしてたら、まあ、婚活でも苦労するし、でね、うちの旦那さん見てて思うのがね、分かってないんだみたいな。私もう本当に子育て、今クッキー焼いてるから、ね、子育てねしてた時にもう本当にその自分の弱さとか、まあそのセクシュアリティのこともそうだしね、でもね、夫婦関係にしても何にしてもね、全くこの人今までないんだって思ったので、例えば子育てにしてみても、私すごいそのママ友とかの間の願いの関係とか、意地悪されるとかじゃないけど、やっぱりね、お誕生会って2時間誰とも喋んないとか結構きついんだよね。まあでもさ、でも子供のためにやってたんだよね、そういうの。すごい嫌だけど、無視されたり、もしはしないけど、まあ歓迎されてないっていうのはわかるっていうかさやっぱりね。でもさ、そういうさ苦しみとかをさ、なんか私はこの人にもなんかそういうものがあるかなと思ってたけど、うちの旦那さんないんだと思って。男の人ってさ、だからさ、仕事場である程度認められちゃってたらさ、私なんてもう子育てのそのなんかママ友のさ、よくわかんないお母さんとかに、なんか、とか話さなきゃいけなかったりとか、その中に子供を入れなきゃいけなかったりとか、なんかセックスレスもそうだし、もう全てその海外に、外国語もね喋んなきゃいけないしね。でもうちの旦那さん、外国語も喋んなくていいしさ、一カ国語でほとんど暮らしてるし、で英語喋れって言ってもさ、英語もそんなにさ、なんか留学とかした割にはそんなに喋れなくてさ、いつまでたっても喋れないなって思ってるままさ、なんとなくうまくいっちゃってた人生みたいな。でさ、子育ての時もさ、まあ手伝ってくれないわけじゃないけど、自分が得意なところを手伝うんだよね、勉強するとか。でもさ、覚えてないんだよ、子供たち。子供がね、うちね、なんか近所の池に落っこったので、あ、それもさって、うちの上の子は本当にドジでさ、なんか全部やってるよねみたいな。で、なんかここ池に落っこったよねって言ったらさ、あ、僕がいない時だとか言って、いや家に帰ったらさ、あんたすっごい怒ってたじゃんみたいな、なんかお前、私がなんかちゃんと管理してないからだみたいな感じですごい怒ってたよとか言ったらさ、あの時は調子が悪かったみたいな感じで、本当に子育ての苦労も何にも分かってないんだみたいな。だから、え、ちょっと待って、今までの出世街道から外れたのが初めての、なんかで結婚とかもさ、男性ってさ40代とかでも普通じゃない。で彼が子供ができたのが多分30代後半なんだけど、もう女性だったらドキドキハラハラじゃん、子供できなかったらどうしようみたいな、ないんだみたいな。だから結構さ、この人全くなんか文句ばっかり言ってて、あんまりあれだけど、
なんとなく子供もちゃんと育っちゃってるし、2人も子供いるし、私のおかげとは言いませんよ。ちょっとビール飲んでるわけで、私のおかげとは言わないけど、全く苦労してないんだこの人って思って。だからなんか、人間的にね、やっぱその自分がその脱落したっていうことで、なんかすごい成長してるなっていうのを見えるのね。なんか自分が大切なものは何だろうとか、ちょっと待ってみたいな。でさ、今回ね、なんかね、娘がね、話をつけてきたとこにはね、1年間留学生をうちに入れるっていうよくわかんない話を先生としてね、なんか取り付けてきたっていうのよ。ちょっと待って、うちの娘たちはなんか海外から人が来るの楽しそうみたいな感じで、うちの旦那もいいんじゃないいいんじゃないって言って、私がえちょっと待ってみたいな、ヨガのレッスンから帰ってきてた、そんなん絶対無理だからみたいな、えちょっとこのちょっと待ってみたいな。娘たちがね、こう私の子育ての苦労を分かんないのはいいのけど、うちの旦那もね、えなんでみたいな、ただえ うちもさ奥の部屋余ってるからさとか言って、えあれ私のさヨガのレッスンしてるよねみたいな、カウンセラーとかカウンセリングとかさオンラインだけどしてるじゃんみたいな、私の部屋でなんかもちろんお客さんも来てるよね、週にね何回かは今で、個人プライベートレッスンのヨガとかもしてるよねみたいな、であの部屋、その部屋の問題以上にいいよ、部屋は場所借りたいもできるから、一人のさティーンの子供をさ預かるってさ、食事もそうだしさ、その子のさまあこまごましたこととかもそうだしさ、全部みんな見てあげなきゃいけないじゃん、女の子であり、多分女の子なんだろうかな、男の子でありさ、まあ食べれないかもしれない、風邪をひくかもしれない、食べ物が合わなくて、まあ例えば便秘になるとかさ、そういうことも何かしらあるかもしれないじゃんね。心身ともにさ、そんな簡単に行くティーンの子が行くわけないじゃん。でさ、まあ、迎えに行ったりとかさ、何かしらさ、こう私たちあの手を煩わせるとは言わないけど、何かしら子供ってあるよね。でなおかつその子はさ英語とかしか喋れないわけよ。だからみんなさ、私たちそんなに英語できないのにさ、英語でどうにかコミュニケーションしなきゃいけないってめっちゃめんどくさくない？それを全部私が、最終的に私は掃除もそうだし洗濯とかもさ私がしてあげなきゃいけないじゃん。でベッドの準備とかさ、シーツ変えるとかさ、家族だったらさ自分でやってとかさ、まあ言えるけど、まあでも全部さ洗濯とかもやってあげたり、うちのね、どういう子が来るか分かんないのにさ、私そんな子供好きじゃないし、なんかそんな博愛精神で誰でもそんな家族かなんていうの、家事をすることとかがさ、そんな幸せじゃないっていうのがさ、え分かってないんだと思って、あなたたちすごい人生幸せなのねみたいな。でうちの旦那いいじゃんいいじゃんと、えあなた全然もしかしてめっちゃ幸せなのみたいな。なんか私はもう一人子供が増えるって、その例えばちっちゃい子じゃなかったとしても、もうすごい大変だなってイメージしかないの、そのティーンの子だったとしても。でそんなのさ、しかも言葉も喋んなくてさ、で文化も違くてさ、そんな子をさうちに入れたらさ、えそんなことも、子供はわかるよ旦那もわかんないんだみたいな、本当に子育ての苦労とかこの人全くしてないんだって思った時に本当びっくりした。え私と同じ現実を見てないんだって。だからなんか本当に何度もね、私よくね、お旦那さんにその自分の子育ての苦労を分かってもらおうとするなっていうことはカウンセリングとかでもみんなに言っているんだけれども、いや本当に分かってなかったのかみたいな、なんかこんなにこの人すごい、なんていうのかな、やっぱり男性っていうのはすごい、その子供を産むとか結婚する、私はさ結婚したことによってやっぱその生きてきた、その自分がね望んだことだけども、生きてきた場所とは違う文化に入っていくっていうことをしたわけじゃない。でもさ、やっぱりうちの旦那は全くそういうことしてないからさ、本当に分かってないんだって思って、なんかね、男性ってこんなにシンプルにいけるのかみたいな。だって結婚する、違う文化、言葉も違うじゃない。でねえ、子育てもさほとんどなくてさ、キャリアもさ、なんか今までさ
アルバイトさえもしたことない人なんだよね、あの人、うちの旦那さんっていうのは。ちょっと待ってみたいな、私アルバイト何十個したと思ってるみたいな、なんか今なんか、え、ちょっと待ってみたいな。だから私なんか YouTube とかいまだにさ、50、いやもう50代しなとか言う人いるじゃん。いや、そんなの背に腹は変えられませんよみたいな感じでやってるわけじゃない。だからやばい、男ってそういう人生なんだと思って。なんか別にね、女性だから何かを損するとかそういうことではないけれども、だからね、人間的成長がね止まっているのもしょうがないんだなと思った。だからなんか見てて本当に女性の方がすごく人間的に魅力があるとか成長してるとか我慢強いとか、そんなにすぐに切れたりしないとか、なんでなんだろうと思ったけど、苦労が足りないのかみたいな。なんかなんかさ、悪いことなのかもしれないけど、うちの旦那さんにとってはその仕事がねうまくいかなくなっちゃったっていうのは、うまく嫌なことかなんかもしれないけど、なんか私視点から見ると、なんかあんた初めて大人になったよねみたいな人間らしくなったよねみたいな気がしましたね、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。またねー。